忘れ草によす立原道蔵こちらは LibriVox リリです LibriVox リリの録音はすべてパブリックドメインですボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください URL l i b r ス v o x o r g 初めてのものにささやかな地位はその形見に灰をふらしたこの村にひとしきり 灰は悲しい通欲のように音立てて、樹木の小前に家々の屋根に降りしきった。その夜月は明るかったが、私は人と窓にもたれて語り合った。その窓からは山の姿が見えた。部屋の隅々に峡谷のように光とよく響く笑い声があふれていた。人の心を知ることは、人の心とは、 私はその人が顔を追うてつきを、あれは顔を捉えようとするのだろうか何かいぶかしかった。いかな日に峰に灰の煙の立ち始めたか、火の山の物語と、またいくよさかは果たして夢に、その世習ったエリザベトの物語を追った。死終わり。この録音はパブリックドメインです。